自分を追い込むのはいいのか悪いのか。精神科医カバサーショーンのカバチャンネル、今日は北海道シャコタン半島のカムイ岬からお届けしています。今日は質問いただきました。44歳女性さん、自分を追い込むとは具体的にどのようなことなのでしょうか。信頼する方からのアドバイスで、あなたは自分を追い込まなければ大丈夫だよと言われましたが、自覚がないため自分を追い込むという状態が分からずにいます。タイミングがなく、その方に直接具体的にはどこを直せばよいか質問できませんでした。先生は自分を追い込むとはどのようなことだと捉えていらっしゃいますか。また改善する策をアドバイスいただけましたら幸いです。メンタル疾患になりやすい人っていうのは自分で自分を追い込んでるんですけど、多分それに気づかない人っていうのがほとんどだと思いますね。なので、もし過剰にストレスがかかっていてもそれに気づかない、自分で非常にストレスをかけてしまっている、例えば仕事を頑張りすぎるとか、ついつい残業してしまうとか、会社のためとか家族のためっていうことでですね、非常に一生懸命になりすぎるという方が多いと思います。その場合、自分にストレスがかかっている状態なんだけど、それに自分で気づかないという状態に陥るわけですね。だから基本的に睡眠不足になり、運動不足になり、非常にいろんな体調不良というものが起こっているにもかかわらず、さらに無理に無理を重ねてしまうので、メンタル疾患に陥ってしまうということですね。だから自分が自分を追い込んでるかどうかということを自分で自覚できるかどうかというと、それはなかなか難しいことだったりするのではないかなというふうに思います。もし全ての人が自分が追い詰められているか追い込まれているかということを自覚できるとしたらならばね、メンタル疾患になる人なんてほとんどいないと思うんですね。あ、最近ちょっとやりすぎてるな、少し休息を取ろう、あ、きちんと睡眠を取ろう、あ、残業もほどほどにしとこう、仕事もほどほどにしていこうというふうになればですね、そうそうメンタル疾患にならないと思うの。だから自分で自分を追い込んでるかどうかっていうのを理解できる人はメンタル疾患にならないし、理解できない、つまりついついやりすぎちゃう、頑張りすぎちゃう、追い込みすぎちゃうという人はメンタル疾患になりやすい人だと思います。結論から言いますと、自分自身を観察する、自己洞察していく、自己洞察力ってことをね、私の本の中でも繰り返し何度も何度もお伝えしてるんですけども、自分自身を洞察する能力が低い人っていうのは、そういうふうにストレスを溜めやすく、ストレスが溜まってることに気づかないのでね、メンタル疾患にもなりやすいという傾向があるわけですね。だからやっぱり自分自身を洞察する力、今の自分は疲れてるのか、ストレスがかかってるのか、ちょうどいいのか、本来の自分の能力キャパシティから見て、仕事やりすぎてんじゃねえの、無理しすぎてんじゃないのっていうことを気づけるかどうかっていうのは、とっても重要なことだと思いますね。今日の話ですけど、自分を追い込むとはどういうことですかっていうことなんだけども、基本的に自分を追い込む必要っていうのはないと思うんですね。私が何度も言ってるように、ちょいムズっていうのかな、自分ができる能力が例えば70だとしたら、75とか73とか79ぐらいを目標にして、ちょっと自分のキャパシティを超えるぐらいの目標を立てて、そこで頑張っていくっていうのが人間ね、ものすごい高い能力を発揮できるわけですね。軽いプレッシャーですね。ですから軽いプレッシャーをかけるということは、脳科学的に見てもメンタル的に見ても非常にいいことになります。結果としてそれが自己成長につながるし、大きな飛躍につながっていくと言えるわけですね。で、多くの人はですね、やりすぎちゃうわけですね。自分は70の能力なのに90とか100やっちゃうわけです。そうすると疲れがたまる、無理がたまる、いろんな結果としてそれを続けることで体調を壊したり、メンタル疾患に陥ったりするということで、これがある意味自分を追い込みすぎてるということになりますね。だから基本的に私は自分を追い込む必要もないし、やってはいけないと思います。ちょいムズの状態、軽いプレッシャー、このぐらいだったらなんとかできるぜっていうぐらいの状況に自分を置いていくというのが、クリアして達成感も得やすいし、自己成長も最大化しやすいし、逆に言うと達成感を積み上げることで自己肯定感も上がりやすいし、いろいろと楽しみながら喜びながら仕事やね、勉強していくっていうことにつながっていくわけですね。適度なプレッシャーがあると、ノルアドレナリンって物質が出て、人間の集中力を高め、記憶力を高め、パフォーマンスを高めるんですけど、ノルアドレナリンっていうのはあんまり長期間続くと、例えば3ヶ月以上ですね、プレッシャーに置かれた状態に置かれますと、分かりやすいと貯金がなくなる、ノルアドレナリンの貯金がなくなるというふうに考えられますね。そうすると今度うつ的な状態に陥ったり、注意力や集中力がむしろ極端に減る状態というのが起こってくるわけですね。だからそういったことを考えますと、短期間的に追い込むのはある程度は対応できるんですけど、追い込んだ状態が長期的に続く、長期的っていうのは2から3ヶ月を超えると、人間っていうのはものすごいいろいろなトラブル、メンタル的な身体的な不調っていうのを出してきます。ということでまとめに入りますけど、あんまり自分を追い込みすぎるというのはよろしくないし、そういうメリットがない、さらにはメンタル疾患の原因にもなる、体を壊す原因にもなるということでございますので、何度も言いますように、ちょっとだけ難しい、自分の実力よりもちょっとだけ上のことに挑戦する、そういうね、プチプレッシャー、プチ追い込み、ほんのちょっとだけ追い込むぐらいのレベルでやっていくと、非常に健康的で、かつね、ものすごい高いパフォーマンスが出せるんじゃないかなと思いますので、その辺ちょいムズを意識してですね、日々勉強や仕事というものをしていくといいのではないかなと思います。